クレメンス14世は、ローマ教皇、カトリック教会の司祭。本名は、ジョバンニ・ヴィンチェンツ・アントニオ・ガンガネッリである。ヨーロッパ諸国の圧力に屈して、イエズス会の解散を命令した教皇である。イタリア、リミニ生まれのコンベンツアル派のフランシスコ会員で、説教師として、評判だったガンガネッリは、教皇ベネディクトゥス14世の地記となり、 クレメンス13世によって数奇教に挙げられた。彼が1769年に教皇に選ばれるとハンイエズス会で凝り固まっていたヨーロッパの諸王室から強い圧力を受けた。就任当初からイエズス会への過酷な対応が求められていたのである。この時代ヨーロッパ諸国ではハンイエズス会的な雰囲気がみなぎっていた。クレメンス十四世というとすぐに イエズスカイ禁止の長本人というレッテルを貼られてしまうが、決して彼が喜んでこれを行ったわけではない。その意味では、フランスのフィリップ4世に追従して、テンプル騎士団を壊滅させたクレメンス5世と同格に扱うことはできないと言えよう。とにかくクレメンス14世の時代、教会の権威と世俗国家の権威の間の対立が深刻なものになり、 一触即発の状態に達していた。クレメンス14世は、諸国の圧力に屈せず、イエズス会弾圧に対して、非常に慎重な姿勢を見せていたが、従来からの懸案であった欧州諸国と教会との関係修復という観点に立って、これ以上関係を悪化させてはならないという考えから、イエズス会をその犠牲とすることを決断した。 1773年7月21日、問題の小直書、ドミヌスアーク、レデンプトールが交付され、イエズス会は解散となった。イエズス会を失うことは教会にとっての痛手であり、この直書が、後世の評価において、クレメンス14世に消すことのできない余命を、消せることになった。以後、クレメンス14世は、 世俗国家の要求に屈したということで、教皇権の市場を叫ぶ、ウルトラモンタニスム主義者に厳しく求断されることになる。なお、クレメンス14世は1771年に、バチカン美術館の一般公開に踏み切った、教皇としても知られている。古代彫刻の名品が並ぶベルベデーレの中庭を、含む一帯は、ピオ・クレメンティーの美術館と呼ばれているが、この、 ピオは、教皇ピウス6世の名から、クレメンティーノは、教皇クレメンス14世の名から記念して付けられた、ものである。ありがとうございます。